今日はルカによる福音書ですね。8章の40節。これですね。ルカによる福音書ですね。イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへ帰る群衆が来た。この人は大統領であった。彼はイエスの足元に寄り添って自分の家に来てくださるを求められた。12歳ぐらいの一人の娘のあんたが死にかけているのだなんである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せていた。時に12年子供が出血が止まらず イエスの房の服の房に触れると直ちに出血が止まった。イエスは私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないかと答えたので、ペテロは先生、群衆があなたを取り留めて恐れられているのですと言った。しかしイエスは誰かが私に触れた、私から力が出ていたのを感じたのだと言われた。女は不思議な人を知って、震えながら進んでて触れた理由と茶の間に癒されたしたいとを皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。アメン。その前にこのところね、49年、48年、あとはまた次の時代になりますね。神様が、イエス様だな、イエス様が来られたということでね、大勢の群衆が喜んで迎えたことね。イエス様を今日も聞いてみんな待ってたからね。そんなことでね、なんだ、10年間も出血が止まらんっていう。で、お医者さんに全財産を使えた。女性でもならんっていうね。保険なんかあれんからね。この時代は今のようにね、医療保険も何にもありませんからね。だからもうお金はかかってしょうがない。それで治んならいいよ。全然治らんね。まあそういうふうなのが多かったら、まあ、昔は特に結核というね、病が多かったですね。なんでね、もう結核になったらね、ちょっとすると治らんわけだ。で、私も結核を患いましてね、それで入院しなきゃならないと言われましてね。で、入院やったら2、3ヶ月で出れるんかと思ったらね、もう3年ぐらい。なんぼなんでもこう結核一遍結核言われて、ね、入院するとなるとね、半年は入院しないといかんと言われましたな。それでもがっかりしましたね。まあ
私は二十歳頃やからね、一番人生のね、ええ時やな。これからいろいろと遊ばないかね、とその思う時やね、もう入院しない、ね、せっかく、まあ、青春時代にね、楽しいことやれば楽しめる、ね、どこへ入院するんですか、豊岡、豊岡で表現の登録を、ここの方の豊岡、北の方の豊岡じゃないけど、埼玉県の豊岡というのもね、なんだ、どんなとこやろなと言ってみたら、だいぶなかったな。電車に乗ってね、もう1時間ぐらい乗ってたかな。それで病院に入院する。もともと軍の施設や、軍の、昔の軍だよね、海軍だったよ、まあ、陸軍だったら忘れました。病養所、ね、あるんで、そこに、まあ、入ることになりますね。せっかくのね、もう楽しい青春時代がね、もう潰れてまうというね、いうことでもあったんですけども、まあ、しかし、まあ、ほんの考え方やな、考えようやな、またなんか、ね、ええこともあると。ね、また何か別におつまらんことばかりじゃない、きっといいこともあるなと思ってね、期待しましたね、ある程度ね。まあ、それを入院しましたら、もうおじいちゃんやおばあちゃんばっかりだな。もう若い人あんまおらんかったな。まあ、そこでね、2年ほど打ってまた行政というところに移りましてね、それまで2年。結構期4年間だったというか、そう青春の時代にね、入院させられたな。まあ、それでもその話もいろいろありますけどね、まあ、どうせ入院するならね、兵庫県に帰ってね、あの兵庫県に出て、私にとっては、私のところは火災ですからね、火災で結核の療養に。結核を患いますね、青の原というね、ちょうど小野との過去があって、小野と火災と過去があの間ぐらいなのか、ね、そこで昔は軍隊の施設があったけど、それ今は自衛隊のなってましてね、それで病院もあるという、そこへ入った方がいいんじゃないかなと思い出してましたけどね。まあ、とにかく、まあ、入院、ストライクで入院させられることだったな。もうそのところでね、いろんな、もう、体験しましたよ。本当にね、今から考えたらね、よかったと思う。ね、本当に、自分の直感した通りね、悪いことばっかりではないよね。なぜね、49号室、豊岡国立療養所、豊岡病院、49号室というね、始終苦しいというね、部屋に入院されて、入院してる人はね、一部屋に10人というね、おられました。まだいろんな人がおってね、それで暇なもんだからみんなおしゃべりするというね、まあ、そないしておしゃべりする中でまだね、何にもしようとしてるとね、くっちゃねえ、くっちゃねえ人だらええわけや、それで治るというね、まあ、治らん人もおるけど、まあ、大体治ると、まあ、その結果もなんか治る、戦争、昔はね、戦争前は治らん病気だったんですけどね、治るようになった、ね、
私のおばあちゃんのね、タレントが死んだった。核で亡くなった。ね、私も核だった。まあ、なんかもう、そういう血のつながりがあるのかな。いろいろ思いますよね。なんせやんだ。毎日やんだ。もうね、食っちゃね、食っちゃねえって言ったよ。ね。仕事せんでもいいね。ね。それで、そしたらそのうち治っていくと徐々にありますけどね。それで毎日将棋やら碁やらね、やっとったわけや。ね。そしたら、まあ本読んだりね、まあ、くだらんおしゃべりしたりね、まあ、それでいいわけや。ね。まあ、そういうことでね、で今から考えたらね、幸いだったと思いますよ。そのだけど、その頃はね、とてもじゃないけど、そんなふうに思えなかったね。せっかくの貴重な時間をね、無駄に使ってしまうとね。なんと私は呪われたんだろう、人間だろうとね、思ったけどね。いやいや、それは別に呪われてはいないんだけどね。俺も思ってしまうとね、呪われちゃうからね。いや、その時に家様が知ることになってね、最後なんですけどね、まあ、国立その豊岡の病院に入った時に、イエス様死を知ったんじゃないけどね、その次の清瀬に行ってかった病院の中で、まあ、イエス様なんて、なんかすることになったんですけどね、豊岡の病院ではもう一つ、そういうチャンスがなかったな、という、ちょっと宣教さんがね、ちょっと出会いして、してたことがあったんですけど、ね、でそれ教室で見ていて時にその山田先生、山田森彦という先生に出会ってね、もうね91年じいちゃんにね出会って死ぬ、イエスが死ぬって言われたんですけどね、その話はともかくですね、この話どんな話だな、あのイエス様のね、人柄が来られたという。周りに大勢の群衆を押し寄せて生きていたわけだからね、イエス様はなかなか近づくことができない。ね、だけど、この大勢おるんだからね、とにかくかき分けて、そのイエス様のそばに行く病気を治してください。そういうとこ言おうと思ってもなかなかでイエス様のところにたどり着けないというね、ものすごい文章が言うと、だからもうせめてね体にタッチするだけでもね、だから心に触れるだけでもね、もしかしたら治るんじゃないかなというなんか思ったんだしな、それでタッチ触れたらね、なんとね病気が治ってしまったね、そういう体験をしたんだな、はあ、皆さん死んでますか、ね、昔佐藤秀子先生っていう、今でももうおられないけど、その先生がハンカチをね、でハンカチをね手を入れておられました。それで皆さん持って帰ってください、あるいは皆さん持ってるね、なんかハンカチ、皆さんハンカチなかったら何でもや、このところで、あと帽子でもや、帽子とかなんかそういうの手を手取りますからね、これで治るって信じたら治りますということでね、それはものすごくたくさん講談にね、集めてね、で祈るっていうことをしてね、でみんなこうやってやる、そういうことでもね、まだ信じる人は治るんですね。なんか騙されんけというね、そのように思ってる人も中におるんですね。そうするとね、ちっとも治りません。ね。
ほんまにもうきっと治るんじゃないかなという信じておる人がね治るんですよ、うん、佐藤秀彦先生が神戸の人だったからね、その先生はね講談でね、何軍艦マーチだったら行ってくるぞと言いさましょうでね、それね昔の戦争に行く時にね軍隊の歌ね、うん、それを歌っておられたもろに全く軍歌やね、替え歌じゃないな、あれはそんな歌ってね、それで皆さんに仕事ってことやってる感じで、ね、それからなんだ前でその頃は映画な映画というよりも幻灯というかなスライドやな、うん、やっておられたな、それを見ながらね特に台湾とか東南アジアでねどんどん病気を治されたと、ね、同じことをね日本でされるんですけどね、つまり日本は治れへんね、同じ先生ですよ、台湾とか東南アジア行くと治っちゃう病気が、なんでやろ日本人は、ね、疑い深いね、で素直に信じないわけだから、ね、治れへんって、ね、そういう点でさ、いろいろそういう話しておられましたね、うん、いやみんな言うわ、外国から来た先生方ね、病気をいっぱい治す方がね日本に来られますね、同じことをするんだけどね、外国では治るんです、どんどん治る、日本では何でも治れへん、どっちも治れへんというね、そういうふうな、なんでやろうなと思うほどね、治らない。それはね、まあ、頭からね、もう否定してる、そんな奇跡なんか起こるはずない。ね、そんなもの持ってる。そうするとね、どっちも起こらへんわけね。ところが、東南アジアとか、台湾とかね、まあ、全くにはインドとかね、アフリカなんかあるとね、二回半で来るんだな、ね。あんまり知識がない、情報もない。ね、それから、なんか怪しいな宗教もないわけや。いや、それはあるよ、僕の頃はまだ思わないけどね。そういう宗教よりもキリスト教を選ぼうという思いが強いね。そうするとね、癒されるね。いやね、日本人はね、悲願多いというかな。ね、イエス様に直してもらおうと言ったら、キリスト教の神様に直してもらおうと思ったらね、教会のね、だけ来てね、祈ってもらえばいいんだけどね、日本人はね、同時に他の人にも、他の神様にもお願いするわけや。ね。キリスト教にもお願いする。ね。また帰ったらね、仏壇にもお祈りすると。ね。同時にいろんなものを思うんで。ね。それをするからね、神様はまた非常にそれに嫌われるわけや。ね。直してもらおうと思ったらね、一つの限定なんかあるわよ。あっちもこっちも頼みまくってね、それで直してもらおうという人が日本人は非常に多いね、うん、そんなん直りませんよ、全然。だってどの神さんで直してもらったかわけわかんない。そうでしょ、そんなもん直してもらえるわけない、アホらしいよ、な直せるかって言われたらさ、ね、そういうね、同時に一緒にね、いろんな神様にお願いした方がいいですよ。わかりました？ね。まあ、キリスト教だけに限定
そういうのはないけどね。教会の教会は何、教会、教会でもいろいろあるからな、あそこの教会の先生、こっちの教会の先生じゃないよ。なあ、どんさんだんだい、かんのさんだんだいな。ああ、どういうやろ。そうそうそう、もう、なりません。え、そうね、そうだ、いろんな単語とかね、ありませんよ。え、会員さん、永遠様の名前、永遠様だけでお願いするというね、ことをしないとね。治りませんよ。今日は病気が治るという話なんですけどもね。この人はね、ちょっと体に触れるだけで治ると思ったら、そういうのなかったんですよね。それを、信仰にですね、ハンカチを、皆さんの持ってるハンカチをね、出してください。それでお祈りをするというね、それでまたそれをね、持って帰りますしね、それでそれそのハンカチを、ね、頭に取って、割れたことに出ようって、ね、祈る、ね。そうすると、治る。薬の結果にものすごく起きましたね。まあ、今日においてもね、ガジマ先生が、飲めない。ってやってね、死んだ人が飲み合いって言って、ギザイって言ってね、そういう宗教だったらです。もうちょっと前にいろんな、そういう宗教を行う人がいっぱいおられましたね。その時代に、ちょっとこう、有名なとしても、世界的に名を成した人っていうかな。ちょっと前は何だっけ、いっぱいアメリカの方がね、すさまじい癒しを召されるその方法でですね、日本ではクリスチャンが少ないからね、そういうあんまり噂聞かれないんだけど、信仰宗教でそういう聖典を受けたというのを、ね、これは悪霊か悪魔っていうのもね、状況を直すんですね。だからね、キリスト教はそんなにするかというね、ことについてはね、抵抗のある人な、キリスト教はね、そういうのとは無縁であるというね、もっと高級な宗教とか、ね、そういうふうに考える人がおるね。宗教で高級の経験もないとは思うんだけどね、そういうふうに、まあ、考える人もおってなわけや、ね、だから高級宗教、低級宗教、何て言うかな、大体ヨーロッパからとかアメリカからね、来たって言うから、まあ、低級よりも高級という考えね、先生、日本から、日本の昔からあるような宗教は、まあ、非低級感というか、庶民的であるというかな。その庶民的とか庶民的じゃないとかいうふうな考えのもおかしいんだけどね。いや、あんまり話はしたくないんだけど、日本の中でね、私はね、もう切に願ってるんで、日本でなんとかね、リバイバルが起きないか、ね、リバイバルというのはね、信仰復興というかな、キリスト教がものすごく盛んになることを願うわけですね。もうそういう時代が来ると思うんですけどね、戦前にリバイバルというのが起きましたね。昭和の初めやな、ホーリネスの大リバイバルというのが起きましたけどね、それはもうその時キリスト教が非常に盛んになって、ね、
今日はあまりそういう傾向は起きないですけどね、終戦直後で少しそういう傾向があったんですね。でね、とにかくね、病気を治すとかね、そういうようなことをね、言うという、そういうことがね、すごく、キリスト教らしくないという考える。ね、それで、キリスト教はどっちかというと、非常に難しいことを言う方法なのよね。キリスト教なんだなというような考え方あるや。だからそれは非常な問題やな。だからね、僕は今盛んに力を入れてやってるんだけど、釜ヶ崎ってね、釜ヶ崎、大阪の釜ヶ崎、ね、大阪で一番問題な人がおってんの、ね、大阪に行って釜ヶ崎だけは行くなよというね、そういうふうな言われる。他のところは行くって言ってもいいけど、釜ヶ崎だけは行くな。あんなとこ行ったらね、もう人間がもうおかしくなるっていうか。松さん、松さんと言われませんでした。釜ヶ崎だけ行くなって言われませんでした。大阪の人に、大阪に来た頃には言わなかった。言わなかった。私はそのただお手伝いに行ってるしか言ってないから。ああ、いや僕のおじさんなんかに、ね、おじさんなんかは釜ヶ崎みたいなところにいたらあかんねえっていうね。あそこはびっくりをされますね。初めてね、大阪に初めて行ったら、釜ヶ崎に行って、いっぺん行きましたね。なんじゃこれはっていうね、もう古事記の集まりっていう、いかにもするとこや。もうその差別用語使ったらいかないかもね。もう本当にまあ、こんなおっさんの男ばっかりない、おばあさんおれへんわ、女の人おれへん。ね、釜ヶ崎はね、男性の町やな。たくたまの女性の方ね。だけど、よう見たら、ね、女装してる男性や。ね。笑い出す。笑ってしまうね。そういうとこやな。いや、ようやるわ、と言うね。これ、パトカーと、なんだ、救急車が、ね、なんかうろちょろしてるとこや。おーおーおーとサイレンがなっちょっちゅうなってるわ。そういうのじゃ、その時々消防車も入ってるな。そういうのですね、パトカーへおーおーおーってね。それから時々おまわりさんが飛んで走ってね、おまわりさんが自転車でバーッとね、2、3人が組んでね、走ってる、ね、そういう街でした、ね。それで道路ではね、おっちゃんが何か生きてるのか死んでるのかわからん、ね、倒れてるわ、うん、それで誰も何とも言えんわ言うたらね、なんだか、ね、それでちょっとでも助けたのかなんか思うとね、あととんでもない、あとで面倒なことになるから、だからほっとこうっていうかね、よう見たら誰が生きしておられるわ、酔っ払って寝ておられるだけだというね。まあそういうところでね、伝道しますからね。確かによう聞こえられますよ。もうご飯までやろうって言ったら100人以上かかりますね、150人ね、来られますね。そういうところでね、キリスト教の話をしたって、そんなことよりも早くご飯出せという感じやな。ね、おいしいもん出せって。もうそんな話でええから、ね。そういうところですよ。だから、もうご飯だけ出す。
そういう考えもありますけどね。ああ、だけどせっかくなんだから、ここにも伝えなきゃね。せっかくだからね、歌を歌おうってでもね、賛美する歌でもね、もうできるだけ定休な歌のね、もう替え歌やな。定休な、ね、高尚な賛美歌じゃない、そこには合わないわけや。ね、賛美歌って高尚な感じがするでしょ。もともとクラシック、はい、クラシックやな。で源流を発するというか、元はクラシックというのは賛美歌になっているという、ね、だけども私はそういう歌を嫌い、ね、この定義なね、できるだけ定義な、歌を賛美歌にする、ね、それとも面白いんだよ、楽しいんだよ、ね、それでみんなね、みんなでどんなことでもいいから歌ったら、歌ったらね、心が解放されるんだよ。心が解放されるということが大事なんですよね。そうするとね、イエス様を信じようかという時になるんですよ。ね、あるいはイエス様を信じるなんていう時ね、心が解放されてないとね、信じることは信じたとしてもね、そうです。奇跡というのは起きない。神様が働きようがないんです。ね、だって、心がオープンにならんとね、解放されない。なんか、そんなに、そんな、こちこち、ね、気持ちが、受け入れる、全然気持ちがない。ね、そんなところで、なんも素晴らしい話してね、それで、なるほど、そうやなと思ってもね、神様の奇跡なんか一つも起きへんよ、うん、だから僕はね、もう手段を選ばない、ね、そこでイエス様を信じてね、ちょっとでもね、皆さんが癒されたらいい、病気が癒されたらいい、救われたらいいと思ってますからね、うん、そこでいつも活動してるんですけどね、みんなが言うわな、なあの男何しょんねんって感じやな、あんなね、ホームレスのおっちゃん連中をね、アイテムにしてもしょうがねえじゃないかっていうね、だって何も収入あれへんやんわけやからね、ご飯出すだけ、ね、ホームレスの人たちからね、献金届けに行かない。ね。思うでしょ、献金してください。って回しますね。だ1円か10円ぐらいは入れてくれますわ、ね。1円か10円ぐらいはなんとかあるからね。だから100円や1000円なんかないね、まず。うん、だって、信仰もなければお金もないわけやから、何でもないわけやから。ね。だけどね、そういうところからね、神様の働きが起こると私は思ってるんですけどね。はあ、今日はもう本当に関係ない話。このね、この話の12年間、もう出血が止まらない。こういう女の人がいた。昔からですからね、もう、そういう不治の病というかな、それは何でも病院がないわけや。ね、お医者さんがいい、お医者さんもまあまあおったんだけどね、まあ、ほとんどろくなお医者さんもないわけや。このルカさん、ルカによる福音書のルカね、これはお医者さん、お医者さん、ね、お医者さんなんだけどね。お医者さんであるから、まあ、病気については普通の人よりずっと知ってるんですけどね。だけど薬もちょっとあったんだけどね、それで普通の人よりははるかに病気について知っているわけだからね。この
書いてることはちょっと違う、ね、医者の観点で見てるわけです、ね、20年の出血が止まらないということは、まあ女の人やから、そういう女の人特有の病気やろな、それを持っていたと、ね、で全くその治療法はないというね、そういう時代ですよね。2000年も前やからね、人類は何でもその教養も何でもない時代ですから、ああもうかわいいな、もういいや、もうそれでもちっちゃな病気が新しい、その病気で治してもらうということで行くと、お金出せへんような感じでね、お金だけ取られてしまうというね、ずーっとその背中をこと、ことで12年間過ごして、もうほとんど財産もない、ね、もう世の中も絶望であるという、そういう婦人の女の人はね、もう必死の思いでね、イエス様になんとか座ったらね、ちょっとでも体に触れたら治んでないかなと思ったというね、その信仰がね、彼女を癒したんだというね、イエス様のことで、娘はあなたの信仰、あなたを救ったって言われたな、うん、私たちはね、イエス様はちょっとでも信じて治してもらえるんじゃないかな、治してもらえると思って信じてください。そしたらね、病気が治ります。なんとね、先生がね、どんな病気でも治るっていう、いや、病気とかな、いや、もう信じたらね、山も動くっつね、別のところで言われるね、なんでも死んでたら不思議なことが起きろっていうことで、イエスも言われたんですよ、ね、死んでるものどんなことでもできるって言われたな、そういうこと言われたね、今そのね、そういう信仰に生きる人はまあほとんどおれへんけどね、あくまでも死んでいく、そして神様の大きな恵みというのをいただこうというね、まず、この時代のね、人たちは全く何にもわからない人ばっかりだからね、それからものすごいいろんな迷信がはびこってる時代ですよ。もうね、でも日本やったで100年ほど前はね、この間100年のところでなんて今でもやるんでね、そんな人おってるからね、ものすごい迷信を教えておられるいっぱいおってやな、クリスチャンの人でもおるな、うん、まあ特に日本人で多いのは風水やな、どこの方が合われとかね、名前が合われとか生まれた日が合われとかね、私の呪われた家が、まあ、いいやこのようなあの、うん、なんだかなんだか言うていろいろ言うと言うやん、いや、それもちょっと当たるんじゃないかなと思ってる人も多いし、あんなの全然当たらへんと思ってもいいし、言うんですけどね、私も昔は凝ってましたからね、名前の特に生命判断に凝ってましてね、それから英気のね、いろんな勉強もしましたけどね、クリスチャンになる前よ、ね、そうそう、イエス様信じたらもう全部良くなるんだけど、信じなかったらみんな呪われてます、あ、法学が悪い、生まれた日が悪い、ね、呪われていいよ、いろいろね、皆さん思われて、クリスチャンになってもその考え方が抜けられないという人、不幸な人がおりますけどね、イエス様を信じる人は、ね、じゃあ何千何人も全てが良くなるんです、良い方に動くんです、
それ、クリスチャンということはね、すべて良くなってくる。だけど信仰を持つということは、その信仰を持たないとね、ようなれへんのですよ。それはいつまでも六方はこやなんや、名前はあれや、日が悪いやろね。生まれた日が、生まれた日が悪いやろね、時代が悪いやとかね、生まれた土地が悪いんだとかね、みんなこと言いますよ。もう何でも悪い理由を考えるんだけどね、神様死んでる、まことの神様が死んでるのはね、全て呪われてるんだ。だけど信じたらもうそういうことが解放されるんですよ、ね、そのことをね、しっかりね、頭の中でね、植えつけることですね。私は祝福されてるな、全てやってること全部良くなるんだ、ね、そう思ったらね、確かにそれは言えます、ね、それでもう全てで感謝する、ね、全て感謝、何でもありがたいことか感謝する、ね、何が大きいとかね、呪われたんだ、呪われてってるんだからあかんだという、こうなんだというような思わんね、私は祝福を奉公されてるんだから、全て万事ね、益になるんだ、そう何でも思うんですよ。そしたら良くなってくるんです、ね、だからもうちょっとでもね、理由をつけて、ね、呪われてることを考えてしまうというふうになる、思いになるとね、もう全て呪われることになるんですよね。ね、まあ、あんなしょうがらないからね。最後に歌でも歌って終わりますか。献金の時を待ちたいと思います。